返すに決まってるだろ。だってあいつが俺をどうにかするなんてそんな理由ないんだから。彼女は吸血鬼です。それも使徒のように自身が生き延びるために血を必要とする吸血種ではありません。いいですか遠野くん、神祖たちが人間から血を吸わなければそもそも使徒なんていう吸血鬼は生まれなかった。彼らは人間の血なんか吸わなくても生きていけるくせに、ただ吸いたいという吸血衝動だけで人間の血を吸って人間を人間以外の怪物にしてしまうんです。そんなもののそばに一般人であるあなたを歩かせるわけにはいきません。長くなりましたが、私からの話は以上です。これで彼女がどれほど危険な存在なのか、理解してもらえましたか？はい。額面通りには、なんとか。よかった。じゃあ、もう彼女には近づかないでくださいね。協力なんてもってのほかですから。遠野くん？嫌です。あいつとの約束は破れない。だって、アルクエイドはいいやつだし、俺を殺そうとするとか、そんなこと絶対に。ですから、その彼女自身が危険なんです。いい加減目を覚ましてください。彼女は人間じゃない。いつ気まぐれから人間の血を吸うかわからない、使徒以上の化け物なんですよ。やめてくれ先輩。あいつと話してもいないくせにそんなこと言わないでくれ。それは確かにそうですけど、だけど彼女は吸血鬼なんです。それだけはちゃんと理解してください。だからそれは違うんだって。いいか先輩、アルクエイドは血を吸わないんだ。あいつは自分でそう言ったし、それに嘘があったとは俺には思えない。他の神祖がどうかは知らないけど、アルクエイドは別だ。あいつだけはきっときっと何だって言うんです。たとえ彼女が危険ではないとしても、遠野くんが戦うこと自体が危険じゃないですか。あなたは彼女とは違う。傷つけば死んでしまう、普通の人間です。私が許せないのは、それが分かっていながら遠野くんを戦わせていることです。アルクエイドは、あなたが死んでもいいと思っている。そんなの、遠野くんを道具としか見ていないってことじゃないですか。るさい。遠野くん。先輩はうるさい。アルクエイドは俺を道具扱いなんかしていない。知らないのに。アルクエイドのことを知らないくせに勝手なことは言わないでください。あいつが守ってくれなかったら、俺たちはとっくに死んでたんですよ。少しは感謝するのが筋ってもんでしょ。感謝？それこそありえません。あんな化け物に感謝してどうするんですか？そもそも元凶は彼女です。あれぐらい当然の義務でしょ。ああ、そういうことですか。なるほど、納得しました。どうしてアルクエイドが街を守ったのか。あれはあなたを騙すための布石だったんですね。ああやって人間らしいふりをすれば、遠野くんがコロッと騙されるから。俺は騙されてなんかない。大体、あいつが嘘なんかつけるもんか。先輩みたいに器用じゃないんだから。俺はあいつを信じます。っていうか、あれが嘘でも喜んで騙されてやる。あのですね、自分が何を言っているのか理解していますか？社会を守る私たちより、自由気ままに動いては街を混乱に陥れる、あの旗迷惑な真相を信じるって言ったんですよ。さすがにそれは聞き逃せません。っていうか、私をバカにしてるんですか？バカにしてるんじゃなくて、アルクエイドを信じるって言ってるだけでしょ。先輩こそ、どうして分かってくれないんですか？あいつと協力すれば、町はすぐに元通りになるじゃないですか。彼女と協力するのなんて死んでもお断りです。月を重しにして眠った方がまだマシですから。そうですか。死んだ方がマシって話ですか。じゃあ俺も言わせてもらいます。アルクエイドを目の敵にする先輩は、なんか全然先輩らしくありません。ブローブの方がマシってレベルで、不愉快です。ああ、そうですか。私も同じぐらい不愉快です。そんなに言うならアルクエイドに騙されて、いいように使われたらどうですか？そんな人を心配するのも馬鹿らしいですから、私。まあ余計なお世話だよ。今日から大手を振ってあいつとパトロールできてせいせいする。アルクイドの方が先輩より頼りになるし、強いし、いちいち小言も言わないし。もういいです。出て行ってください。遠野くんなんか絶好です。ええ、こちらもせいせいします。遠野くんなんて頼りにならないし、弱いし、放っておけないことばっかりするし。二度と話しかけたり様子を見に行ったり、助けたりしませんから、そのつもりで。それはよかった。じゃあ勝手にします。失礼しました。子供扱いして。先輩だって頑固じゃないか。アルクイドを嫌うばっかりで、俺の話を全然。でも分からず屋なのは変わらないし。俺から謝ったりしないからな、もう。おや、昼休みも終わろって時にえらくしけた顔で戻ってきたな。ははん、購買部の袋を持ってるってことはろくなもん残ってなかったな。有彦、お前腹の様子は？まあ8分目ぐらいかね。何くれんの？ああ食べてくれ。ちょっと今は入りそうにない。そういうことなら喜んで。お、カレーパン多めだな。というかカレーパンしかないな。あとは牛乳だな。趣味どうかしているな。いや、別に気にしてないし。単に休んでいただけだし、もうさっさと帰るからな。メール？ここでいいんだよな。崩れないだろうな。今の足音、上からだな。ノエル先生、あ、来てくれたのね、四季君。ごめんなさい、迎えに行けなくて。とにかく入って入って。こっちよ、しきくん。シエルさんには内緒にしてくれた？わからない？四季君には何度も助けられたし、いい機会だから私たちのお仕事を見せてあげようと思って。それにほら、この子たちのこと覚えてる？そういうこと。私だけで始末してもいいんだけど、あなたもこいつらには貸しがあるでしょ？だから仕返しさせてあげようと思って。はーい、お待ちかねの懺悔タイムよ、君たち。もう誰もやってこないし、防音は完璧だし、無粋なおしゃぶりは取っちゃいましょうね。死にたくない、死にたくない。せっかく不死身になったのに、こんなところで死にたくない。もうやめてください、許してください、助けてください。こんなのってないです。いくらなんでもあんまりです。俺たちだって被害者なんです。この海底の吸血鬼に通覚はないんだけど、特別にこいつらにも通じる道具でバラバラにしてあげてるの。たった一日の審問時間しかないんだもの。これぐらいはやらないとこの子たちに騙されて殺された人たちの無念は晴らせないでしょ。四季君もどうぞ。これは洗礼済みの器具だから、素人が使っても効能は発揮されるわ。切れ味は悪いけど、その分頑丈で、吸血鬼は触れた箇所から焼かれていくから、返り血も出ない優れものよ。あ、いきなり首を切るのも悪くないけど、初めはやっぱり小指からの方が簡単だから、できるだけ苦しめて殺しちゃって。何？やっぱりシエルさんと学生ごっこやってる四季君には荷が重い？まあいいですけど。え？その割には嫌そうな顔してるけど。嫌ですよ、面倒事なんだから。糸の子。はい、どうぞ。やり方わかる？教えてあげましょうか。先生のやり方は見ていました。最終的にその箱に入れればいいんですよね。あなた、時間の無駄でしょう。不肖不肖だったのは道具に不満があったからです。先生の趣味に文句があったわけじゃない。あとはこれをしまえばいいんですよね。先生、やってくれますか？あ、うん、やるやる、任せて。うわ、なにこれ、すごい。頭蓋骨そのままなのに脳丸ごと出てる。うわ、心臓止まってるのになんでまだ脳生きてるの？じゃあ、俺はこれで。待って待って、下にシャワーあるから使って、汚れ取っていって。私もここ片付けたらすぐ行くから。はあ。使徒と戦うってことがどんなことなのか、ちゃんと教えておこうと思って。ほら、保健室で四季くん、シエルさんの意見に文句がありそうだったから、それでピンときたの。あなたは私と同じで、吸血鬼から町を守りたい人なんだって。なら、お互いの心情は知っておくべきじゃない？俺の心情は単純ですよ。知ってしまったから無視できないし、先輩の助けになりたいだけです。それよりノエル先生は反対しないんですか？シエル先輩は一般人は吸血鬼には関わらせないと言っていました。なんで？吸血鬼を殺すのはいいことだし、特別な力があるのなら人々のために使うべきでしょ？教会の代行者だからとか、普通の男子生徒だからとか、そんなの関係ないわ。私は、四季くんの勇気に拍手を送りたい気分だけど。それにしてもシエルさんにも困ったものね。事態を一日でも早く収束させることが最善の手段なのに、四季君の協力を拒んだり、優先度の低い調査を始めたり、気が緩んでるんじゃないかしら。ま、それも演技なんでしょうけど、あの冷酷な悪魔がたった数日で変わるはずがないんだし。冷酷ってシエル先輩のどこが？分かってない。あの子が誰にも優しい底抜けの善人だとでも思っていたんでしょ。ほんとバカらしい。あれはただの掃除屋で、人間らしい感情なんてありっこないの。いい意識くん、あの子の笑顔は全部作り物だから。その方が仕事を進めやすいからそうしてるだけで、君だって騙されているだけなのよ。あら、思うところがあったみたいね。君もうすうす感づいてたってこと？ふん、ちょっと脅かして様子を見るだけだったけど、そういうことなら私も踏み込んであげる。四季君、シエルさんのことを知りたいんでしょ？あの子がどんな人間なのか、どうせあの子は話さないだろうから、特別に私が教えてあげる。私たち代行者は二人一組が基本だけど、狩りの成功率は高くない。大抵どちらかが死ぬか、両方とも殺されて終わりって世界よ。もし、10年以上代行者をやってる奴がいたら、そいつはそれだけで立派な異常者として扱われる。心が壊れているか、とっくに吸血鬼化しているのに隠しているとか、まあ、いろいろ陰口言われるわけ。そんなひひどい職場で、あの子は何体もの吸血鬼を殺してきた。どんなにひどい使徒が相手でも生き残る。どんなにずる賢い使徒が相手でも正体を突き止める。成功率は実に 100%。 ほとんど奇跡よ、こんなの。あの子が鬼子の扱いじゃなきゃ聖女認定されてるくらい。それができたのはほんと単純な理由なんだけど、それはまた後で話すとしましょう。代行者シエルの名前は使徒たちにも知れ渡ってる。13歳で代行者になった吸血鬼狩りのエリート。代行者になってからもひたすら使徒を殺し続けて、ついには埋葬機関にまでスカウトされた。吸血鬼を殺すためだけに生きてるマシン。君も見たでしょ？グローブなんて怪物と渡り合っていたもう一人のモンスターの姿を。埋葬期間っていうのは私たちにとってそうね、教会の中の治外法権、権力に近寄れない代わりに権力に縛られない動く武器庫みたいなものと思って、ごく少数で組織された公安警察みたいな。埋葬機関は他の非石会と連携を取る局長とその局長に管理される7人の代行者で構成されている。本当は予備の代行者がもう一人いて実践要員は8人いるらしいんだけど、大司教から自由行動の特権を許されたのは7人だけ。それ以上増やすのは危険と判断されたのね。局長ナルバレックを筆頭に集まったそれぞれが一つの非石会に匹敵する聖人のなり損ない。枢機卿ノイセオナトール・グランファテマ、司祭アンドレイ・ゴッド・ビバーク、シスターキアラ・キッショウイン、エクソシストミスター・ダウン。5人目は知らないけど6人目が代行者アーガレオン、そして最後が私たちの知っているあの子、弓の称号を贈られた第7位代行者シエルってこと。あの子は殺したわよ。私なんか比べ物にならないぐらい殺してきた。相手が女子供でも容赦なく殺してきた。代行者になってから吸血鬼狩りをしてない日はないんじゃないかってぐらいに。一日、一週間、一ヶ月。何の不平も不満もなく、あの子は淡々と仕事をこなしてきた。私が聞いた中で一番長かったのは、たった一人の使徒を殺すために、1年間、その町の下水路に潜伏していたって話。その使徒は、町そのものを監視できる異能があって、部外者や異常に敏感な使徒だった。で、あの子が選んだ手段は、排水溝からの侵入と潜伏。下水路すら使徒にとっては血管みたいなものだったけど、その血管の中を流れる汚物にまでは、感覚が届かなかったのね。秘石も魔術も使えば感知される状況だったから、あの子は黒剣のエオイに飲み込んで、下水に入っていった。この国の整備された下水じゃない。汚物で詰まったヨーロッパの下水路で、体をお水に浸して、顔だけを水面に出してギリギリの呼吸をして、ただ機会を待ち続ける1年間。ほんと、想像するだけで寒気がする。この件ばっかりは吸血鬼に同情するわ。街を完全に支配下に置いて、やってきた代行者も全員殺して、ようやく自由に闊歩できると安心しきった人が、広場に踏み出した瞬間、下水溝の網の下から一撃で即死よ。蛇だってあの子の執念深さには尻尾を巻くわ。私と組むまであの子はずっとそんな調子だった。わかる？吸血鬼を殺すことだけに特化した非人間、それがシエルなの。私たちと同じ普通の人間だなんて思わない方が身のためよ。先輩のことは分かりました。でもノエル先生は